カエズノーバスの専用車、日野セレガ・ヒミ、高岡・岐阜、名古屋線は、愛知県名古屋市と富山県高岡市、ヒミ市と東海北陸自動車道などを経由して結ぶ、高速バスである。かつては、岐阜県岐阜市内に停車する系統が設定されていた。運行準備では、イルカ交通など、競合他社に遅れを取ったが、2008年4月10日に、先陣を切って、 カエツノーバスの単独運行でスタートし、翌月には、ギフバスも参入したが2014年からは、カエツノーバスの単独運行に戻っている。共に、日帰りワンマン運行であるが、ギフバスは途中で乗務員交代を行っていた。名古屋、ギフ高岡、ヒミ線で使用されていた、ギフバスのエアロエース。カエツノー、秘密営業所で。開業以来、 両社とも基本的に4列シート車で運行してきたが、2013年春の5往復への増便に伴い、カエズノは担当の直行便3往復に、夜行便向け3列独立シート車を充当し、寄付バス撤退並びに、全便直行便過後の2014年4月に、全便を3列独立シート車に統一している。ハイウェイバスドットコムでの予約が可能である。また、 岐阜のリ合い自動車での運用は撤退したものの、岐阜バス、高速バス予約センターでも予約が可能である。ありがとうございます。